どうもこんにちは、パツニーです。今回は使いにくいのになぜか使いたい武器スキンを紹介します。皆さん使いにくいはずなのに己のロマンが邪魔をしてついつい使っちゃう武器スキンってありますよね。たとえ持っていないスキンでも使いにくいのを分かっていて拾った時はもう自分色に染めて使っちゃうってこと結構あります。ということで今回はそんな武器スキンを全部で5つ紹介しようと思います。今回この動画を見ていただくとなぜか使いたくなる武器スキンが知ることができます。また俺のこのロマンを追求したくなる、共感できるかなと思いますので、ぜひともこの動画見ていてください。結構ねいい内容の動画になっています。特に最後に紹介するものはこの世のエーペックスプレイヤー全員と共感できるものでありますので、はい、もうめちゃくちゃ自信があります。これはねぜひ皆さんとこの動画を見てくれている人と共感したいなと思いますので、この動画最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではエーペックスがへこめ楽しくなるをテーマとしたスキンなどの解説動画を毎日19時でアップしていますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではスクハンペン。さあ、というわけで紹介する前に今回紹介するもの、皆さんのご意見結構あると思うんですよね。今日の動画だけでは紹介しきれないスキンもたくさんあります。なのでぜひ皆さんの思うスキンをコメント欄にて教えてください。はい、じゃあまず1分目からいきましょうか。こちらはねマジで戦闘評価に関しては超微妙。俺はなぜかこいつの魅力に惹かれてる。これを世間一般では恋というのですね。そんな使いづらいけど使っちゃう武器スキンがこちら、フラットラインのスキン、囚われのビーストです。名前ダセー、世界一ダサいと言っても過言じゃねえだろ。でも見てこのビジュアル、鎖がかっこいいんだよね。だから囚われなのかな。とはいえビーストはどこ、まあ、100歩譲って赤黒構成なので、まあ、かっこいいぞと。フラットラインといえばみんなアイアンサイトが気になるところ、こちらは比較的見やすい方のフラットラインなんですよ。でも普通にアイアンサイトのまま使いたくはない。ちなみにこのスキンはシーズン8のバトルパススキンの報酬として登場しました。マジで俺はこのスキン好きですね。だからそのビーストの部分を教えてくださいってことですね。はい、で2つ目の紹介です。こちらも何度もこのチャンネルで紹介しているかっこいいスキン常連の方なので、皆さん失礼のないようにお願いします。そんな使いづらいのに使っちゃう武器スキンがこちら、フラウラーのスキン、怒りをもたらすものです。夢と希望とロマンを届ける赤黒色構成の超大作、全米が首をかしげたエレクトリックアーツ監督が手掛ける超大作、劇場版ご覧ロマン飛行、愛と友情は紙一重、大ヒット上映中、ラスト0分の展開にあなたは腰を抜かす。これの何が見にくいって、何より横に生えている角が嫌。外から見る感じはマジでかっこいいんですけど、中から見るともう嫌になる。こちらのスキンは常時販売のブラハエディションでついてくるレジェンダリーの武器スキンです。できればブラハエディション、ブラハのスキンなしで言ってくれませんかね。これさえゲットできればもう苦手なプラウラーでもこのスキンさえあればもう優先的に使わせてもらいます。はい。やっぱなしで、領域展開、全言撤回。ぜひこれをね寝室の部屋の片隅に置いてあげてください。で3つ目のスキンの紹介です。これはね見かけたらもう感動レベルですよ。見やすいのね、持ってるんだけどこれを拾ったらわざわざ使わせてほしいっていう一品です。持ってる人かなり少なくて今になってはもう超激レアスキンです。そんな使いづらいのに使っちゃう武器スキンがこちら、ウィングマンのスキン、最新です。これを使うときはちょっと前来てた無料のスキン、ファイナルフォームを使ってる感覚とそっくりです。狙ってるって感じより狙わされてるっていう感じ、くるくる回る何かが結構邪魔なんですよ。ウィングマンのボディが丸いのでそれがちょい気になって敵を狙おうにも狙えない。でもねアイアンサイトの作り自体は無実倍殺光と同じなんですよね。ただ周りが見にくい。ちなみにこのスキンはシーズン5のバトルパスの最終報酬として手に入るスキンです。なのでもう二度と手に入らない激レアスキンなわけです。持ってる方はちょっと使いにくいですが、どうにかもうロマンでご了してください。一応見かけた時はテンション上がって使わせてもらいますけど、途中でもういいやってなって多分自分色に染めますね。普通に今使っているウィングマンの方が見やすいのが悪いんですよ。持ってる方はこれをどんどん使って唯一無二の命令部的存在を目指していきましょう。さあ次4つ目のスキンの紹介まいりましょうか。これは使いにくいというかまた別の理由で今回採用させてもらいました。でもねこいつはねデスボで見つけ次第必ず使わせてもらいますけどね。そんな使いづらいのに使っちゃう武器スキンがこちら、 R301 のスキン、正義の怒りです。その地の定め何とは言いませんけど、つけたら吸血鬼になるお面ですよ。これの何が嫌かって、何よりも ADS した時、この手前のお面さんと、嫌でもなんか目が合うというか、目に入るんですよ。なので、ちょっと気まずいんですよね。必死に敵を狙ってスコープ覗いてると、その手前でじっくりこちらを眺める奴がいるんですよ。これは嫌でも気になるでしょ。ちなみにこのスキンは、シーズン8のコレクションイベント、カオセオリンで登場したスキンです。この時のレブのスキンとおそろって感じで作られてますね。俺的にはこの時のアットソンのこのスキンがお気に入り。持ってないですけどね。まあ、再販機でも買いませんけどね。このスキンとは本当もう数回しか会ったことないので、まあもうぜひまた会いたいです。これを持ってる方ぜひともないな、積極的に使ってフィールド上にばらまいてください。この R301 をよろしくお願いします。であと今回最後のスキンの紹介参りましょうか。今回はこのスキンを紹介したいがためにこの動画を出したと言っても過言ではないということを先に伝えておきましょう。正直このスキンとは会ったことも一度もないです。すいません、本当に会ったことないです。ですがいろんな人が使っているのを見て俺も使いたくってうずうずしてます。そんな使いづらいのに使っちゃう武器スキンがこちら、 R301 のスキン、ファンインザサンです。ダンスインザダークって
っていうニュースの曲とは一切関係ございません。あーと、ダンサーインザダークっていうヨガとも一切関係はないそうです。あーと、お前にさんが救えるかとも一切関係がないと運営さんは公言していました。こちらのスキンは例の通り醜いレジェンダリーなんですよ。手前のストック部分がオリジナルと比べて超ボリューミー、横にも広がっているのでかなり戦闘向きではないと見た。しかし相当オシャレだ。やばいよ本当に。さらにこの武器スキン、なんと暗いところに行ったら光ってるんですよね。光るパジャマと同じ原理ですわ。なのでさらに画面が映えると。前マジで。ちなみにこちらはシーズン8くらいかな、アリーナにオーバーフローが追加された時に来たスリルシーカーイベントにて登場したスキンです。蛍光色に近い黄色と水色が交差している感じが俺はもう好きです。この圧倒的おもちゃ感がまたたまらない。これを購入したよって方はね、だいぶアイアンサイト見づらいですが、申し訳ない、我慢して使ってください。我慢って大事なんですね。我慢我慢我慢。はい、ということで今回は以上です。この動画共感していただけるような内容だったでしょうかね。初めから最後まで自分の意見の塊だらけだったので、もうね、ぜひ皆さんが思っている武器スキンはコメント欄にて教えてください。今後もいろんなスキンこの FX で販売されると思うので、これからのイベントも超楽しみ。今来ている新ハロイベントのこれだけは絶対買ってほしいものをまとめた動画を概要欄に貼っていますので、そちらもぜひともご覧ください。今回この動画参考になったよって方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。終わり。